と信号が渡りきれずに、離れてしまったんで、青になってからおいで、青になってから、青になってからおいで。母親も足が悪いんでね、老老介護に完全になってしまってますけれども、二人とも休むときやっぱ手をつかないとね、ダメなんだね。大丈夫？大丈夫？どうなの最近体調は？あのね、うん、特に悪いっていうところないんだけどね、うん、今あの血糖値も下がってきたしね、うん、だけどやっぱり一日寝てるんだけど、うん、必要な時に起きるんだけどね、うん、お母さんがだんだん弱って、うん、ご飯作るのが大変になってきてるから、うん、僕は外にマクドナルド買いに行ったりね、うん、それからあのネギシっていうの神田までね、うん、弁当買いに行ったりさ、うん、いろいろするチャンスが多くなってきたね、うんうんうん、母さんどう？どう？とにかく足が痛くてた、うん、でもだんだん良くなってきてる。本当？それは良かったね、うん、足はこういう感じだったの、うん、なんだろう、じゃあなんかこういう感じって、だからトーシューズバレーしてるみたいな、なんだろうねそれは、うん、でもだんだん良くなってきた、うん、こうやってさもう歩けないの、うん、熱っぱなし。でも歩かないと足もねさらに悪くなっちゃうのね。江藤さん今困ってることとかないの？うん、あ、ないよあんまり、うんうん、食べるものもね、うん、工夫が必要になってきてね、うん、通信を使ってね、うん、イカを新鮮なのを買ってね、うんうん、それでそれちょっとあの温めると美味しいんだよ、うん、そういうのをおかずにして食べたりさ、うん、そういう通信をつく安いものを頼んでね、インターネットってこと、買うっていうチャンスが多くなってきた。インターネット、それは手紙でと電話で通販か、うんうん、通信じゃなくて通販、通販、うん、なるほどね。日々はどんな感じ、なんかテレビとか見てるの？うん、うん、見てる。あ、僕はあの大谷の出る場面しか見ないね、あまりもうね、うん、あんまり外は、じゃあもうご飯買いに行くぐらい、え、ご飯買いに行くぐらい外での、外へ、うん、ご飯だからマクドナルドを買ってきてね、好きなものがあるんで、うん、なんかフィデオフィッシュとかって言うんだけど、うん、そういうものは時々1週間に2回ぐらい買ってきたりあるけどね、うん、外出んのそれぐらい。今日もね、実はね、傭兵に買ってもらったね、うん、あの補聴器ね、うん、使ってたんだけど、うん、左が良くないもんだから、うん、っていう耳鼻科に行ってね、うん、あの耳の垢をほじくってもらうようにしたんだけど、どうも補聴器の故障らしいの、うん、で今日実は傭兵から電話かかってくる前にね、池袋行ってメガネ売り場行って補聴器これ壊れてるのかどうかね見てもらって、それでエチカっていうのが東部の地下にあるから、そこでお寿司屋さんでお寿司を買って帰ろうかなと思って出ようかなと思ってたところにね、傭兵から電話があって出なくてよかったなと思ってね。朝はねいつもやるんだけど、この頃やらないからね、うん、気の毒だから僕はあのなんか朝どうするのってこの頃聞かなくなったわけ、うん、で冷蔵庫を開けたり閉めたりしてたら、うん、4ヶ月ぐらい前にね、うん、買ったね飛騨牛のカレーがね、うん、残ってたんだよ。でそれ僕どこにあるのか探してたんだけど、うん、要するにそういうようにね冷蔵庫の中にもう買いすぎて忘れたものがいっぱいあるわけ、うん、だからそれもっとね、うん、あのパルシステムっていう生協から買うのやめなさいって言ってんだけど、うん、なかなかやめないんだよね、うん、でもう冷蔵庫いっぱいなの、うん、それで食べないんだよそれが、うん、で食べようと思ったけど作れないんだって、うん、
あの料理するだけ立てないの。だから、うん、少なくすればいいんだ、うん、僕は外行って買ってくるんだから、うん、そういうふうにして、あの月曜日は、ね、牛乳とそれから野菜ジュース、あの野菜ジュースとね頼んで、そういうあの基礎的なことだけで、あと頼まない、消そうと思って水曜日に来るでしょ、パルシステムが。いや僕は一日寝てるけどね、うん、別にどうってことないんで、起きてやろうと思えばできるの、うん、だけどいろいろ考えてね、うん、例えばマクドナルド行ってお昼買ってくるとかね、うん、それから通販のその美味しいものをね、うん、注文したらいつそれ届けて、お金はいつ払う必要があるかって、その届いた時にはいなきゃなんないからね、うん、ローソンみたいなところでお金を払うっていう方法もあるんだけど、うん、そうするとまたよくそこまで行かなきゃなんないし、いろいろ工夫してね考えてやってるんで大丈夫だよ、うんうん、よっぽどお手上げになっちゃったらまた手紙書くから、いやお弁当取るようにするじゃん、ね、お弁当取るようにする、弁当取るのが何、そうにしたらさ迷惑かかんないじゃない、弁当を取る、うん、どっからあるのよそういうとこ、聖子さんも知ってるけど、そういうところまずいし、まずいもん、うん、少なくともさ最低限ネギしてあんだろ、タンドロ屋が日本中にすごくたくさんあるんで、それ神田行くとねパックしてもう温めりゃいいようにテイクアウトするように作ってくれるわけ、うん、700円だか800円だか払うとね、それを2回ほどね取りに行って食べたことがあるんだよ、で最悪の場合そこ行けばね、うん、あの一食分は取れるからね、うん、であとはマクドナルド昼間買いに行くとかさ、朝はねなんかそのレトルトのカレーとか、うん、そういうものを食べるとかね、うん、そういうふうにして やればね回ってはいけるわけ、うん、大丈夫だよ、今日もだから良かった、出かけてるとこだった僕、もうちょっとで30分ぐらいしたら、それはあの補聴器の検査とね、お寿司を買って、でマクドナルドかなんかのを買って帰ってこようかなと思ってたんで、それだけ回ると夕方になっちゃうけどね、あの車椅子押して池袋に買い物に行けないことはないからね、行こうかなと思ってたから、ありがとう。店長お酒飲んでるの、どれぐらい飲んでる、どれぐらい飲んでる、あのビールも飲んでる、毎日飲んでるね、なんかね酒類をね、アルコールドちゃんととかいう、ほのかとかいうの飲んだり、寝てるだけでさビール、もう寝てるだけでちょっとお酒飲むのは良くないんじゃない、そうだよな、いやご飯の時にしかお酒飲まないから、それも2度ぐらいしかね、大丈夫だよ、酒びたりっていう感じじゃないから、どんな夢見るの、なんかはっきりした音言ってる、聞こえないけどね、いやもう毎晩ね友達がね、どこの大学出てどういうやつと結婚して会社でどうだったとかってね、そういうことを不思議なことにさ、認知症じゃなくて詳しく覚えてんだよ、何十人分って、そういうのを毎晩夢見てんだ、夢でしょ、言葉で大きな声で言ってるわけ、え、あの寝言言ってる、いや、それは独り言だろ、あ、独り言言ってんの、うん、なんて寝言言ってんの、なんか大きな子で、あ、そうだからだーってやってんの、うん、だから、リハビリのね、うん、女性が来るんだけどさ、うん、寝られますかって言うと、うん、そういう簡単な質問だとね、うん、寝られますって、寝てんでも、うん、ただ夢を見てるわけ、うん、だからもう5時頃例えば寝るとね、うん、明け方のね2時とか5時にまた目が覚めるんだよ、うん、それでまた寝ると、だけどそれは寝られなくて目が覚めるんじゃなくて、いつもそういう風になってるね、それその間夢見てんの、不思議だねあれね、だからもう詳しいこと
人のそういう経歴とかね、あのどういうやつだったとかっていうのをよく覚えてんだよな。不思議だねあれ。でもその人は亡くなっちゃったりしてるわけでしょ、うん、その人も亡くなっちゃったりしてるわけでしょ。そういう人が多いか、死んでるか生きてるかっていうのはさ、あんまり詳しく調べてないからね、多分死んでんだろうなと思ってるけどね。だって84だからね、うん、だから一つはね、うん、二人でもっと小さなところに住むと、うん、今何にも手入れしてないから、うん、もう汚いんだよな、うん、風呂もそうだし、うん、台所もそうだしね、うん、だから小さい手を入れなくても住むような新しいね、うん、マンションを買うっていうことはできないことはないわけだよ、ね、うん、もう一つは、うん、その私は姉さんと同じようなところ行きたいって言うけど、そのためにはね、介護4級とか5級とかっていう資格が取れないとああいうところ行けないの、うん、でそれをね、今その資格を取るっていうのをね、あのコロナ騒ぎだっていうんで、とりあえずね一番軽度の介護だっていう資格しかもらってないわけよ、うん、お医者さんが見に来ないんだから検査に、うん、あのコロナかっつってね、うん、でそうするとそういう資格だと姉さんと同じところ入れないの、うん、でもさ、もうちょっと小さい家に住むっていうのはあるんじゃない、今の売って。いや、もう引っ越しは嫌。今の売って、いや、もう引っ越しは嫌。小さいところに住むっていう手はあるんじゃない。いや、もう嫌。なあ、それはあると思うんだけど、もう引っ越しは嫌。その代わりもう手を入れなくて済むようなね、うん、今あれね、全部僕の一部屋ね、僕のベッドで閉めちゃってるけども、うん、もう一人の部屋に、うん、もうくちゃくちゃにして寝てるわけ、うん、そうするとリビングルームしかないわけでね、うん、人が来るったって話をする部屋がね、テレビだっていつ壊れるかわかんないんだもん。そしたら買いたくないっていう、壊れたら買わなきゃなんないだろう、うん、買うわよ。今だって50万円か60万円ぐらいするだろう。いや、もうドン・キホーテとかなんとか言ったらもう5000円とかそんなんで買える。え、安いので言えば5000円とかそんなんで買える。5000円テレビ。そんな白焼きです。トイレだって壊れたらどう直さなきゃなんないし。白焼き、うん、おいしいね。どう、うん、おいしい。初めて経験した。父さんどう、うん、どう、おいしい、うん、おいしいよ。なんてこんな油あんのね。